あこんにちは。こんにちは。おい。腕だけ入ってる感じにやっていい。そのでっかい手だけ。うん。あ確かに。ちょっとオッパー当たっちゃった。わかった？ちょっと待って。いやいやいや喜んじゃって。痛い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 。待って腕だけじゃないね。あ、確かにだいぶ映ったよね。毎回さ、私見えなくて気になるんだけど。映って、映るタイ、あ、なんていうの、もったいぶりたいから、うん、まあいいや、説明しよう、まず今どこにいるかっていうと、家族3人で初めてのホテルみたいな、うん、ホテル来てて、で、それを撮りたいなと思うんだけど、うん、まあ行く途中から撮ろうかなと思ったんだけど、初めてだし、チャイルドシートでずっと寝てたから、ミニックちゃんがね、うん、泣き出すかもしんないから、到着してから撮ってるっていう感じっすね。ね、まあ、どこにいるかっていうと、産後ケアホテル、あ、産後ケアホテルってやつね、産後ケアホテルってやつに来てて、生きて生きてうるせえから、なんか行きたかった毎晩行ってると思うんだけど、いやいや行ってないですよ。確かに頑張ってください。あ、確かに、はい頑張ってください。あ、そういうことね。ちょっとダメ出しされてるっていうこと、今分かった分かった、ちゃんと詰め切ってきたから普通に。じゃあそういう話じゃなくて、あの3人で、家族3人で来たから3日4日ぐらいあって、でその間もなんか近くに遊園地とかがあるのかな、多分。そう、産後ケアホテルってなんか子供の面倒見てくれたりするから、その間になんか遊園地とかいろんなとこ行きたいなと思ってっていう感じだよね。行きたい、うん、楽しみ。行きたいんだ。あ、もうさっきやったから。はい、はい、まあ早速着いてから、じゃあ一瞬撮ろうかな、部屋な感じ。じゃあ普通に、うん、まああと持ってきたもの紹介したいなと思って。ああ、なるほど、うん、じゃあ旅行中何持ってくるんすかみたいな、あ、よく聞かれるから、うん、まあ聞かれたことないけど。かわいそう。他の人たちは全然違うよね、俺マジで。そうだと思う、うん、なんならちょっとこいつ迷惑客じゃねみたいな。可能性あるね。あ、あるある、全然ある。全然俺いいと思ってるから、ダメって書いてないし。俺そういう情報系のやろうかなと思ってないけど、うん、産後ケアホテルみたいに行ってくださいみたいなこと言われたりしたから。あ、そうなんだ。普通にね、うん、まあ言われたいんだけど。何も言ってない。じゃあ紹介していい？うん、俺の荷物先に紹介していい？うん、まあなんか使えるっていうより自分の欲望のままに持ってきてる、多分。いつもと家と違うね、なんか。あ、そうね、うん、のびーして。スーツケースの中はね、正直普通だね。あ、やばいやばい、なんかプレゼントあるからちょっと後で。何？まあ明日明後日あげるわ、普通に。なんだろう。プレゼント？うん、まあまずあれだね、ワインだよね。大好きなワイン。産後ケアホテルって持ってきていいのかな。わかんない、まあ、大丈夫なんじゃない？鍋って書いてないから。ワイン2本でしょ。まあこれはね、このワイン意外とね、安くて美味しいんだよ、普通に。1本4000円ぐらい。うん、まあ、安くはないけど。あの、Wi-Fi の中継機みたいなやつだよね。ホテルとか遅い可能性あるから。編集するもんね。勝手に、勝手にこれつけて。大丈夫なのそれ。でも、どこ行くときもそうしてるよね。あ、そう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 。これめっちゃ必需品だと思うんだけど、みんなね。うん、あの、プレイステーション5っすよ。いらないよ。いや、PS5 持ってくから俺。ありがとう、楽しみ。あ、俺だけしかやんないっすよ。いやいやいや、やろう、一緒に。あ、いいよ。まあパソコンとかだね、まあコントローラーとか。まあそうだね、うん、持ってくるもんで言ったらこんなもんかな俺、うん、なんかあそこにプロジェクターがあるって書いてあったんだよ、なんか、うん、実際大丈夫だったんだけど、その上にやらなくてよかったんだけど、うん、プロジェクターに直でそのコードつけなきゃいけないかなと思ったから、うん、超長いとか。長そう。そうそう、5メートルぐらいあるこれ。やばっ。すごいね。俺のチンコってな、マジで。5メートルはないでしょ。こうやってビールとか買ってね。うんうん、うん、まあ、大体こういうゲームとかお酒ばっか持ってきてるね俺って。そうだね、服は、うん、服持ってきてない、忘れちゃった。え、忘れちゃった。パンツ忘れた俺。あ、汚い。洗わなくていいみたいなことを動画外で言ってたから。言ってないよね、本当に。言ってマジでやめて。言ってない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 。普通に3日ぐらいあるのかな。3日ある。なんかバーベキューとかもできるらしいし、うん、
で近くに遊園地あるし、まあ、あと夜ご飯とか食いに行く予定あるから、うん、それをちょっと動画にしたいなっていう感じだね。楽しみ。初めてだもんねマジ、うん、家族で行けるもんなんだ ね、 ホテルとか怖いかなと思ったけど意外と別に大丈夫だね。うん、なんかゆったりしてるよね。もうこの部屋めっちゃ綺麗だけどね。超綺麗。プロジェクター見せたいけどね。今泊まってるところがマームガーデン葉山っていうところなんだけど、サンゴ系ホテルってやつはめっちゃでかいんだよね。うん、綺麗。新しいんじゃない？そう結構新しいよね、うん、泊まりに来ていいですよって言われたから泊まりに来てやったっていうか、あ、じゃあ泊まりに来て泊まらせていただいたっていう感じじゃない謙虚にね。あ、そうなにやってんの？なに？なにやってたの？ええ、なんもない。おいでやって。何もやってないよね。もう一回やって。何もやってないよね。うん、嬉しいって。仕事で出る時あるじゃん、うんうん、家で俺一人でやってるよ、これ。なに？かわいい。嬉しいな。喜んでくれよ、なんか。かわいい、そういう。なんか。これは宝見るとやばいね。それお願いだからカメラの方にやって。え？こっちが。やだわ。なんで。じゃあ、ちょっといい撮って。おしっこありがとう、紙コップに。欲しかった。うん。よし、結局今次の日の朝なんだけど、昨日の夜あの気持ち悪い動きしてたじゃん。うんうんうん。ミニックちゃんにあの後眠すぎて、うん、結局寝ちゃって、うん、次の日の朝になっちゃったっすね。なっちゃったね。なんなら今昼だしね。びっくりした本当に。いやなんかさ、俺は早く起きようと思ったんだけど、え、なんか横の人がさ、暑い夜だけ過ごしといたっすね。なんで時計見たら時計見たら11時半でちょっとびっくりしちゃった、うん、昼ご飯出てきたす、これ、うん、なんか豪華です、すごいね、やっぱご飯が。ダメだよ、え、またダメだよ。マジで何もしなできなかったから、うん、しかもなんか顔めっちゃむくんでんだよね、今。お菓子食べたからかな。あ、お菓子久しぶりに食ったからかな、うん、なんか一重になっちゃった、片方が。今日やりたいことは、今回の旅行でゲームとかいろいろ持ってこようかなっていうのに集中しすぎて、うん、あのチンチン隠すやつと、チンチン隠す布と、違う違う、おチンチン隠す布と、それだけじゃないから。パンツと服とコンタクトとか全部忘れてきちゃったから、うん、それをちょっとドンキとかなんか30分ぐらいかかりそう、20分ぐらいかな、買いに行って、明日いろいろやりたいから編集して、でまあちょっとゲームして、一緒に風呂入って終わりっすね。え？入れないよ。入れない？シャワー室だから。あ、なんか大浴場みたいなのあるんじゃないの？混浴じゃないです。あ、混浴じゃない。昨日も食ったんだけど、ご飯、昨日の夜ご飯もね、うんうん、美味しいね。めっちゃ美味しい。うん、今回動画できたじゃん、関係なしに利用としたんでしょ、利用しようとしたんでしょ、こういうとこ。俺が不甲斐なさそうすぎて。いや、産む前は想像つかなかったから。ああ、はいはい、やばくなったらこういうとこに一人で来ようかなって、うん、本当に。いや、逃げようかなみたいな。いや、逃げるっていうよりか休もうかなみたいな、うん、これ絶対ダメだよ。なんで？え、だって、ああ、そういうことね。そうそうそう、逃げじゃねえよみたいな。あ、そうそうそう。あ、みんなの話してるわけじゃなくて。あの、いや、違う違う、そう、でも楽しい感じで来れました、うん、ウーバーみたいに言われちゃうから、後々。ウーバーって何？倒れてんのに勝手にウーバー頼んでフォー食ってたみたいな。それ出した？うん、でもそんな感じだったからさ。あ、そういうことね。やばいのかもしれないと思って。ああ、実際いいね、やっぱ、うん、まあでもこの部屋が多分このホテルで一番いいところなのかな、多分。相当体がしんどかったから、うん、その頃にもう来たかったなって思った。うん、確かに家族連れの人もいたけど、一人の人もいたもんね。うんうん、いらっしゃるね。うん、あの時すごいね。なんで？あ、うん、そんだけ口を出てるのに、うん、全然ないもんね。どういう差なんだろうね。飲んでる、飲んでんだ。うん、じゃあドンキ行ってマジで忘れてたコスプレ買いに行って。で、え、見ようよ。ああ、はいはい、楽しみ。
今は。あ、じゃあその趣味の一つ、いやいや今回のホテルで使わないよ、だって共用のものだから。そんな話してないよ。使う想像した。いやいや、その使いたいって言ってるのかもしんないんだけど。あ、もちろん申し訳ないけど、使ったとしても使ったって言わないから、そんなの。まあまあ、うん、目の前に使ってほしい、使いたいっていうあれだと思うんだけど。違う、地上みたいになっちゃうから。なってるよもう。え、あ、いやなってるなってる。ねえ、変なとこ使わないで。わかった、わかった、わかった、ちゃんと買って。聞かないやつも使わない。はいはい。聞かないやつ。確かに、ちょっとそれ買おうかな、じゃあ。俺が好きそうなやつみたいな。いや違う、私が好きそうなのを買おうって。あ、じゃあそれを買ってもいいけど、俺もこういうのが好きなんだよっていう。ああ、そういうこと。あ、そう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 。さすが素人っすね。いや、そうだよ。言ってからちょっと焦るよね、いつも。ああ、そういうこと。言い過ぎたかなって。焦ってるんじゃなくて、うん、嘘嘘って言っときゃ収まるかなって。最低。外の施設とか映せたらいいけどね、たまに。いや、でも俺ちょっと恥ずかしがりだから映したくないんだよね。ご招待いただいたからにはさ、多分言った方が嬉しいから、うん、私がアップ撮ってあげようか。撮っていいんだけど。あ、そう。俺が恥ずかしくて撮りたくねえっていう。行こう。人前になった瞬間に、うん、あしか言わないから。コミュ障。うん。で、この部屋に入ってきた瞬間に饒舌になる。ほんとね、カメラ回るとよく喋って。ほんと。いつも喋ってないみたいな。喋ってないじゃん。あとあれだ、あそこ行きたいんだ。八景島。八景島シーパラダイス。あ、八景島シーパラダイスってやつが近くちょっ と行ったとこにあって、うん、明日それ行きたいなと思ってるから、うん、え、ちょっとそれ撮ってもらっていい？うん、もちろん。初の外だよね、でもそれで言ったら。そう。あ、なんか外っていうか、その店とかじゃなくてデートみたいな。安心して預けられるから。あー、ほらね。じゃあそんな感じで、なんかあったら撮ろう。いいね、海とピーちゃん。じゃあ今ドン・キホーテ行ってきたんすけど、うん、あそこだよね。そう、横須賀ってとこ今来てね。暑い、めっちゃ暑い。うん、そうだね。もう俺はなんか指輪つけてるんすけど、うん、この人つけてないっす。いや、忘れちゃった。ミシミシミシ。うん、ちょ、これ、え、なに、はい、つけてない。うん、つけてくんないから。いや、違う違う。本当に忘れちゃっただけだから。外すタイプです。つけてきたから、うんうん、食事の前に外してアピールする人ですね。ないでしょ。あなたといるんだから。ああ、そっかそっかそっか、うん、いや、コスプレ買おうとしたんだけど、さすがに子供のなんつうの、赤ちゃん関連のホテル泊まっといて、コスプレ今から来ますみたいな、今からセックじゃん、エッチしますみたいな。まあ、してても黙ってるんだけど。昨日の話しないけど、あの、そのそれをやったらさすがにちょっとね、不謹慎すぎるんじゃないかなと思って、やめたいね。思ってっていうか、私が言っただけでしょ。私がちょっと言って、うん、説得しただけでしょ。ああ、そういうことね。なんか牛のビキニみたいなやつ俺選んでた。選んでた。牛柄のビキニみたいな。うんで、欲しかった。で、なんかちゃっかりバニーガールみたいなの選んでたっすね。うん、ノリノリで。着たいんだ。だからマジでお菓子とパンツしか買ってないね。パンツ。うん。おしっこ漏らしてもいいように。同じ色にしといた。ちゃんとでかいから L っすね。きちんとアピール。うん、LL。LL がいいなと思ってたんだけど、サイズ的に。いるしかなかった。ちょっとコンタクト変えていい？今？うん。ノールックで？そう。じゃあまあなんか外のシーンはさ、明日に撮っときたいから、うん、今日は一旦そのホテルで何かあったら撮るっていう感じだよね。今からホテルすぐ戻って。そうだね。うん。明日ちょっとたくさん撮りたいからね。じゃあ。今日は仕事で。うん。バイ。バイ。エロい服着てるっすね、なんか。本当？肩出てるだけだけど。一瞬ここだけ撮っていい？この。いいよ。あ、これ私つけてた。会員証。あの、丸の内で働いていることをアピールしたい人みたいな。あれ、めっちゃアピールしたわけじゃないよ、多分。いや、普通にめっちゃつけてさ、つける必要もないね、うん、つけてる人いるじゃん。いる。わざわざ昼食いに行ってる時に。そういうことでしょ。そうだと思う。かえ、それつけてるの。つけてるの。ずっとアピールしてた。あ、本当ね。面倒見てもらって。絶対やめて。うわ、え、こんな感じしちゃうんだね、あなた。でしょ。夜ご飯届いたっすね。あ、まあちょっと食べちゃったんだけど、夜ご飯普通にめっちゃ美味しいな、なんか、ね、マジで。しかもなんかこういうとこってさ、お酒飲んでいいんかな悪いんかなみたいな感じはない、なんか
あるね。でもちゃんとタダでくれるからね、こういうの。そう、気にならない人はお父さんは飲んでってできるよね。あ、そう、あ、お母さん飲んじゃダメなの。わかんないけど、はいはい、ご家族でいらっしゃる方もいるじゃん。うん、そういう人もなんか乾杯できて良さそうだよね、見てて。そうだね、後で紹介したい。なんか実際泊まってるとこ紹介すげえ面白いから、うんうん、紹介しようかなと思ったんだけど、なんかバーベキューできるらしくて、ね、明日の昼やろうかなっていう感じだよね。やってみよう。うん、やってみよう。え、なに？なんでもさ、ああエロ感じすぎじゃない？え、感じてないよ。感じさせてんじゃない？私が？あ、そうそうそう。面倒見てもらってるっていう感じ。共用部分こんな感じで、なんかあれだね、おしゃれだね、普通に。うん、ね、昨日から溜まってるけど初めて来たね。そうだね。うん、なんか俺編集中にさ、めっちゃお腹痛いって言ってたじゃん最近。うん、昨日もお腹痛かったじゃん。お腹痛いキリキリって調べたらさ、うん、妊娠の初期症状って出てきて。さすがに大丈夫だと思う。で、めっちゃ出てきたけどね。マジ？うん。ああ、そうね。うん、な、何これでも何？乗せないでね。なんで？そんな恥ずかしい気持ち。あ、どういうこと？恥ずかしいことなんだ。いやいや、ちょっと燃えさせようとしてない？でもなんかね、調べるたびにそれが出てくるね。うん、マジ？うん、ピリピリするとか言っちゃう。なんか、うん、Google の検索欄とかさ、うん、で出てくるんじゃん、なんか、うん、検索ワードみたいな。うん、お腹痛い、うん、ピリピリ、妊娠初期みたいな。怖いね。それ、あ、怖いなって。あ、今炎上発言しちゃった。出た出た。ね、敵だよね最近。いやいや、全然全然、そういう可能性もあるっていうことだよね、ベースに。まあまあ、そうね、言っちゃったら、うん、ここから先は。だから確かに調べたらさ、いやこれ、あの、変な意味じゃないよ。そう、妊娠しないみたいな説明会なかったっけ、なんか。あんまりしづらいみたいな。お母さん、お父さん、準備会みたいな。あったじゃん、うん、港区の。あ、そう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 、うん、港区に住んでるっていう意味それ。ちょっとさ、引っかかりすぎじゃない？2チャンネルの人。体ができる体でになって、なってないから、うんうんうん、それに戻すために頑張ってする期間だよみたいなこと言ってたけど、うん、調べたら意外と可能性はあるらしいね。ねえ、うん、インスタとか見てるの、いらっしゃる、ね、あ、そうなの？ピリピリしてんの？顔キモかった。ね、その毎回落ちそうになるのさ、心配になっちゃうからやめて。まあ俺がなんか人見知りすぎるからあんま来てないだけで、こういうとこは普通に落ち着いていいかもね。俺は引きこもってパソコンとゲームばっかやってんだけど、ここまで来てね。いや、編集やってるでしょ、ちゃんと。あ、じゃあパソコンとゲームやって。そうなの？あ、じゃあパソコンの編集して、うん、ゲームして、うん、ご飯食って終わり。家でできる。あ、大丈夫。ここ可愛いけど、私的に。そうだね。実際部屋紹介するのは成立だよね、多分。多分ここもあんま映してないよね、正直。映してないけど、うん、やだよ。なんで？だから言ったじゃん。ええ。一日目にいろいろ物を置く前に撮ろうよって。違う違う、ヒカルさんがリアルじゃないといけないって言ってたから、リアル見せない。それは仕方ないわ。そう、ヒカルさんが言うのは仕方ない。仕方ない、うん、待って待って、やだ。まあまあ、いや、一応入って、うん、なんかここすげえいいなと思ったのが、うん、こう来て俺めっちゃ落ち着くんだけど、うん、なんかいい意味で普通の家みたいなんだよね、なんか、うん、これとかさ、ね、なんか、まあ、ホテルっていうより綺麗な家みたいな。うん、わかる。テレビも3台ぐらいあるしさ、うんうんうん、プロジェクター合わせて、ね、洗濯機もあるからすごいよね、うん、あんま洗わないと思うんだけど。いやいやいや、洗濯係に俺が買ったぐらいあんま洗わないと思うから、いつも笑ってるじゃん。ホテルめっちゃ泊まってるけどさ、やっぱおしゃれに特化しすぎて、見た目重視みたいな、なんかすげえ使いやすい感じの、うん、木とか、うん、落ち着く感じのがすごい多いよね。あったかいですね、うん、まあ、これとかに落ち着いちゃって、ね、いや、もちろん、映して。え、本当にダメ。いや、私ホテルじゃないからね。知らん、ここは全く触れてないか、私。なんで？私ずっと向こうにいるから。これ違う、これ俺じゃないからね、これ。帰るときはね、ちゃんと綺麗に。いや、俺がやってんだけど、うん、落ち着いてこれぐらいやっちゃったよね。いや、すごいよ、本当に、うん、ダイニングテーブルみたいじゃん、この家の。うん、わかる。実家のキッチンもあるし、うん、
で、電子レンジもあって、こっちはなんかベッドもなんかおしゃれな感じで、ね、レースみたいなかかってるしさ、窓がでかいんだよね、めっちゃ、うん、まあ、今夜だからさ、何も見えないけどね、うん、最近さ、フォートナイトってやつ、なんかさ、やりには遅すぎるかもしれないけど、うん、食わず嫌いでやってなくて、なんか一回やってみようぜってやってみたら、うん、ちょっと面白すぎて、やばいね、うん、初めてどんぐらい経ってるっけ？でも1週間くらい、うん、5日4日で3、4、5万ぐらい使ってるかもしれない鬼課金最近めっちゃやってるよね、これめっちゃ面白いね、まあ、そこにもテレビがあるし、うん、そう、この辺いくらだっけな、わかんない、10万以上すんのかな、ちょっとこの部屋は広いから、うん、普通の部屋もあると思うけど、赤ちゃんの面倒とか今見てくれてるわけだもんね、うん、そう、それ追加したら全然高くないと思うけど、下に行くとアドバイスとか、あ、さ、質問とか、こっちの要望、ミルクどうしたいかとか、はいはい、めっちゃ的確に覚えててくれるから、あ、そうなんだ、やっぱプロがいるとか違うなってそう、さっき調べたら妊娠初期の症状かもしれないっていうあれさ、笑いに変えて大丈夫なんで、え、わかんない、なんか、わかんないじゃん、だけど、わかんないってああ、可能性としてゼロじゃないっていう意味、別に笑ってりゃいいんじゃん、それまあまあまあ、まあ、それまたあったらここ来ればいいって話だもんね、うん、絶対1ヶ月目に行きたい、あれも募集したら、じゃあだから断定してるわけじゃないけど、うん、なんでそれ経験あんのかな、みんな痛いってなんか最近めっちゃ言ってない、お腹痛い、なんでなんだろうね、それ聞いてみたらいいかな、コメント欄で、うん、食べた後なんだよね、あ、ご飯食った後、ならない時と慣れる時あるでしょ、あ、でもいっぱい食べるとなるからただ単に胃が悪いのかなって思ったり、でもここなんだよ、痛いとこ、そうピリピリすんの、この人しないか、何を、ラベンダーの、そうだよなんでしてんのいや、もし妊娠とかそういうだったらさ、ハッピーな話だけどさ、うん、病気だったらまずいからさ、病ね、病気っていうか、なんか何かしらの病気が見つかったらまずいから、あれとか言ってんの、人間ドックみたいなやつ、言ってない、あんだけ俺になんか言っといて会社辞めてから言ってない、あ、そうなの、うん、就職して、就職終わってから何年ぐらい、2年ぐらい、あ、2年行ってない、そうなんだ、俺てっきり行ってるもんだと思ってた行ってないね、行った方がいいんじゃない、ちょっと、うん、行ってみるわ、あ、でもどうなんだ、行かない方がいいみたいな話あるもんね、あれ、まあいいか、そういう話はちょっとね、変な人が湧いてくるかもしれないから、うん、確かに、じゃあやめといた方がいいね、うん、そうだね、明日たくさん撮ろうじゃん、もう、うん、行った、うん、今クソ寝起きなんだけどさ、9時半とかに起きて朝ごはん食いてえなと思って行ったら終わってた、マジでお腹空いたんだけど俺見える、笑ってんだけど嬉しいのそれ、嬉しいのそれ、嬉しがること何これ以外で、俺これしか嬉しがる方法知らないんだけど気持ち悪いからさ、俺多分これ以外の嬉しがる方法は赤ちゃんが嬉しがる方法教えてほしいっすね、ちょっとマジ腹減って2時間後にバーベキューでできるらしいから耐えだよね、じゃあ3日目の昼なんすけど今、うん、まあ、最終日だからなんかバーベキューできるらしいから、すごい綺麗なあれだね、景色だねマジで、そっち自然すごい、ああ今暑そうねえ、すぐちょっと、うん、そうだね、いやなんか一緒にできるかなと思ったんだけど、うん、超暑そうだからすぐ避難してもらった方がいい、うん、そうしよう、じゃあもうパパッと15分ぐらいで終わらせて、え、なんでだるい目の前の人がやりたいからって言って、うん、付き合ってるだけじゃないです、いやいやいや、あなたが見つけてたじゃんいやなんか最初さ不安だったけど、うん、なんか自然すぎて、うん、大丈夫かなと思ったけど、やっぱ快適だね普通自然すぎて不安だったの、うん、やっぱわかんない、田舎者は、あなたねほぼ一緒だから行きましょう、そうね、うん、いい感じ超いい感じ、うん、誰かさやらねえからやってるよ一緒に、えでもこれはねパパの仕事ね、あ、そう、一応全部俺が食うからこれ、なんでよ、いや自分でやっといて最悪はい、
いいね。俺が肉とか焼いて、うん、福さんこれっすね、これ。いやそれあなただから。これもそうだし、これも。いやピーちゃん焼いてくれてありがとう。あ、動画回ってるから可愛こぶってるだけど。これかけた方がいいんじゃん。なんか。おいしい。話題なんかあるかな。ずっとさ、不満ある不満あるって聞いてたじゃん、うん、あれたら不満できた。え言ってよ。なんだよ。言っといてこれ。何それ。パンツ。あ、抜け殻がいっぱいある。あ、どういうこと。抜け殻ってパンツの。パンツとか服の抜け殻があって、あ、なんかマーキングしてんのかな。え、でもそれはなんかね、無意識にやっちゃうんだよ。なんでなんだろう。あ、自分のスペースにしたいみたいな、うん、あ、よその人がいるから自分のスペース確保しちゃいみたいな。よその人。確かにホテルで行ったら毎回やってるかも。家でやってない。うん、やってるよ。ええわ。会社に帰ってきても、はいはい、何でも、うん、家に帰ってきた時に、うん、パンツ、うん、T シャツ、テンテンテンって先にパンツになってて、はいはい、フォートナイトみたいに集めてんの。にぎっぱにしちゃうってやつだよね。うん、でもそれよく世間でなんか文句として言われる人って、洗濯物の場所に移さないみたいな。まあ俺が洗濯してるけど。え、ないよ。役割分担できる、できてるからね。できてる。俺の場合は別に洗濯はできるけど、あえてやってないっていう。やってくれるらしいから。え、そうだよ。料理の場合はめっちゃ下手くそそうだから。え、もったいぶっていうだけだよ。本当に本当に。うん。あ、そういえば前回なんか、やっとあの下ネタっていうか、エロい質問コーナー出したね。マジ？叩かれた？いや、全然。叩かないの。うん、あ、1件か2件だけ、うん、あ、子供がかわいそうだ。そんなことないよ。じゃあ逆にそういう人たちはさ、うん、何も言わずにさ、今過ごしてきてんのかな。エロいこと。うん、そうだろうね。あ、つまんない、つまんない人生っす。ダメだよ。なんで。そんなのダメだよ、つまんない。だって子供の考え、子供のことを考えすぎて、今まで言ってたのに下ネタすら言えなくなっちゃってるでしょ。あ、そういうことね。じゃあ元からつまんねえか。そのコメント欄の回答してもらっていい？え、うん。どれで77万。え、現時点で77万で、多分周りにいるお友達も見てると思うから。やばいやばいやばい、待って。本当に？あ、そう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 。本当にすごいんだね。うん。マジ？あの目の前に人が S っていうことはバレてるっすね。え、そう。え、言ってないの？いてカットしたから、カットしたから。全然したっすよね。みんなちゃんとお尻の話使ってないから。え？使ってない多分使ってない。懐が広いみたいなコメントばっかだね。女性なのにこういうなことばっか言ってて、懐が広いなって俺って。あ、俺が。そう、まあ、広いんじゃない。逆、俺の頻繁を教えてくださいって。したことないから。の延長線すごいなって書いてる。すごの延長線で結婚するの。多分童貞なんだろうね。トウヤくん1084くん。かわいい。トウヤ1084くん。あの、なんか言ってないけど、うん、そのなんかカットしたけど、うん、カノくんぶち込まれてるなみたいななんか書かれてる。え、なに。ぶち込まれてる。あ、違う、名前名前。まず、こういう話するのよくないから。よくない。でも誰もいないからね。うん、周りに誰もいないからね、マジで。父親面すんなって。え、むず。父親なんだが。そんなに。うん、すごいね。あ、これすげえ言われんだけど、あんまり批判的なことをしたくないんだけど、奥さんへの誹謗中傷が嫌なら YouTube に出さない方がいいんじゃないのみたいなことめっちゃ言われるね。いや、難しいね。無理っすね。でもそういうこと書かれるって、俺マジで想像してないから。よく言われるんだけど、なんか YouTube やってんだからそれぐらい想像できるだろうみたいな。いや、できてない、できないよ普通に。出るなら言われるべきって考えが変なんだ。うん、そこはよ、マジで想像してないからね。あの動画出してさ、声が変とか、なんか声がさ、ぶりっ子みたいみたいな言われる想像なんてしてないからね、俺。確かに慣れてるしね。うん、ほうほう。収入は多いですって。本当？決まってないね。機能してないけど、全然。ね、機能してないか。機能え、そうしてない、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 年5ぐらいです。あ、そうなんだ。
じゃあこれから行くところが八景島シーパラダイスってとこ。うん、よし、じゃあ、え？なんかついてる。うん、昼バーベキューついたやつがついてる。え、ついたっすね。あ、なんか早速さ、入り口でさ、視聴者の人にバレてさ、奥さんですかって、かわいいですねってめっちゃ言われてたね、なんか。うん、しかも3人で写真撮っていいですかって言ってた。で、田舎の町みたいな、まあ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 、アウトレットみたいな、みたいな見た目してんね。ちょっと暑いから一旦中入りたいね。水族館行ってきたね今。うん、やっぱすごいね。すごい、すげえ、マジで圧巻だった。本当に3500円あれが。そういうこと言わない。もっとあると思ってたね、正直。思ってた。結構中入り組んでて、普通に1時間ぐらいかけて回るコースかなと思ったら、うん、10分とか。でも可愛かった。可愛いよ。あ、そうだね、生きるにはお金必要だから、それぐらい普通の料金なんだよっていう話だね。そこまで考えてんだ。あ、そうそう、偉いね。ホテルからタクシーでここまで1万かかったから、楽しまないといけないな。うん、本当にそう。え、どう、こうやって撮ってんの外で。全然平気。あ、平気？てか誰も見てなくない？うん、恥ずかしがってないの。うん、どっちがいい？うん、じゃあ恥ずかしがってる方で。恥ずかしい。じゃあ、そうやって取りつからなくていいよ、全然。どっちだよ。いらない。ちょっとさ、プレゼントあるんだけど、受け取ってもらっていい？うん、私、大丈夫今。うん、腕だけ映ってる。サプライズプレゼント渡していい？な、話題の話題のあれって言っちゃうもんね今。え、それ私の真似？あ、そう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 。いや、なんかやっとネックレス届いて、うん、いわゆるそのみんなが買えなくて、あ、みんなっていうか欲しくて買えない人たちがなんていうの、強がって持ってる感出して、批判してた、あのツイッターにあるやつ、あのネックレス、それがやっと届いてから。いやー、え、Pのも？よかった、人いなくて。ちゃんと書いてね、人もいませんでした。いや、全然いるよ、無事ですって。これネックレス一緒、いや、じゃあ指輪と一緒じゃない？一緒。え、この真ん中のはこれはないんだ。ん、あ、文句言われたっすね。言ってない、言ってない。やっぱどっちなんだろうと思って。あ、ないね、真ん中のやつ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。やだ、タッチ方やだ。ありがとう、かわいい。ああ、そうだね。だってね、怖い。ツイッター気にして反応薄くなってる。なんかちゃんと気にしてんの面白いね。切ったらちゃんと、え、切ったらちゃんと喜ぶ。そうだね、さっきもさ、水族館の入場の時もさ、払ってくれるかなと思って、うん、財布出すふりしてたら、うん、なんか出さなくて、うん、結果俺が払ったっすね。え、どれ？水族館。え、違うじゃん、逆じゃん。払ってくれる感じ出してたけど、うん、出してたじゃん、うん、だからいわゆる俺も汚いじゃん、あの、ん、意地汚い女性でさ、出す素振りするみたいな人いるじゃん、うんうん、いいと思ってる人いるじゃん。素振りすらしない人嫌みたいな人もいるよね、男性で。え、素振りすんなら出してくれって話じゃん。出す素振りしたら手こずってたから、うん、なんか結果俺が出しちゃったっていう。え、違う、出そうかなと思ったの、もうクレカ持っててくれたから。うん、あれは出してくれる人の気遣いで、うん、俺も出そうかみたいな雰囲気出してた。そういうこと。女子。あ、そうそうそう、うん、したらなんか出しちゃった普通に、うん、燃えませんように。うん、ね、本当に嬉しい、うん、今つけたい。あ、じゃあご褒美でお尻で。じゃあご褒美でお尻で。ご褒美でお尻で。あ、お教えて。ご褒美でお尻で。じゃあこれあげる。お尻やってって。そうやって言わなきゃ。ちゃんとお願いしなきゃいけないんだ。あ、すいません。じゃあお願いします。じゃあ、うん、わかりました。ありがとう。ちゃんと使ってくれ。いや、眩しすぎて目が開かない、こっち。あ、マジ？うわ、めっちゃ可愛い。シルバーが似合う女になるね。うん。どうぞ、どうぞ。マジ適当。不満言ってってさ、不満言ってって言うけど、うん、もう適当。確かにって毎日何回言ってんの。聞いてないの、マジ。え、それってさ、うん、最初から適当なのか、うん、加速してんのか、どっち。加速してるよ、本当に。ダメじゃん、それ。あ、だってどうなんだっけとか言っても、確かに全く聞いてないじゃん。いや、聞いてるよ、考えてんだけど。
考えてるふりしてるだけみたいな、うん、嘘嘘嘘、ただただじゃない、俺のこっちだ、かわいい、うん、かっこいいな、これで、ピーちゃんつけてないときつけてもいいの？あ、全然いいよ、ほんと？匂わせみたいになっちゃうから。あ、確かにみんなのせいでって言おうと思ったけど、出してる俺が悪いのか。前だったら、動画上げる前だったら、もしこのネックレス上げたときに、うん、って言ってるんだけど失礼でも結構に似てるけど、え、さっき言ってたじゃん、その悩みみたいな。え、何？え、声が本当に気持ち悪いみたいなこと言ってなかったっけ。いや、別に悩んではないけど、自分の声がキモすぎて。あ、はいはい、マジで見れないマジでキモい。え、でも TikTok に流れてくるんでしょ、なんか流れてくる切り抜き、多分見ちゃったのがあるからだと思うけど、切り抜き流れてきて、自分の声がキモすぎたってでもちゃんと確認回してんだけどね、しっかり回してないよ、一回もダメかなよ、すごい新しい歯みたいなのできてるねえ、まだ食べたかった。あ、いる、食ってちゃう。え、ない、大丈夫、大丈夫、ありがとう、本当にちょっと生クリーム嫌いだから、ちょっと。そうなの、うん、ねえ、本当に本当にありがとうえ、なんかこれの話であってさ、うん、このブランドでなんか短期間で俺さ結構買ってたじゃん、うん、指輪なりネックレス4個ぐらい買ったのかな、何ヶ月間の以内で。買う時にさ、うん、めっちゃ広い部屋通してもらって、あ、通してもらってっていう言い方しよう、うん、え、それ普通？え、わかんない、でも私はいなかったから、あ、どこと思って写真見て、これがなんかやっぱ違いなんかみたいなそうそうそうこれはツイッターで文句言ってるだけと、うん、なんか俺の違いなんかみたいなあ、じゃあ間違えた間違えた間違えた、これがツイッターと、うん、キャーキャー叫んでる人の違いかと、私にしないで、あなたですかいや、多分俺の予想は2人で行く想定をしてたから、店員さんの人はね。あ、だから買ってくれたし、最後だからそういう広い部屋で渡してくれるみたいな感じじゃないの。まあ、いや、どうなんだろうね、なんかすげえでかい部屋で、やっぱこれがツイッターとキャーキャー言ってる人の違いかみたいな私なのよ、あなたね、びっくりしたっていう話だね、これ普通なのか聞きたい、逆に、うん、ねえ、どうなんだろう、うん、普通なのか、俺がなんかセレブすぎて、うん、そこに通されてなんか聞きたいよね。あと、記念日っぽかったからとか。あ、そうか、暑いの、暑いなんか入る、一個言っていい？あ、想像以上にやることがあんまなくて、うん、それも言うの？え、うん、なんで？なんで？ダメ？うん、暑いんだよね、今日多分。これが涼しかったらもっと楽しめた感ある。いちご飴食べて帰ろうよ。じゃあなんか買って帰る、もう、うん、そうしよう。じゃあ3日間終わった、はい、終わったんでワインを飲んでみたいなと思ってういパパになってさ、うん、大変なことはないの？私はいろいろ話したけど、あ、自分の時間がほぼなくなったっていうくらい、まあでも大変じゃない、大変なことでもないか、別にそれって、それってでも大きい出来事だよね。うん、確かにね、やめた方がいいかな。なんで？え、こんなんだってほぼ AV みたいなこれが絶妙にキモいねあ、じゃあこれ動画出て、うん、なんか変わったことある、なんか生きてて変わったことある？生きててはまだないけど、うん、ピーちゃんがよく喋るなっていう。あー、いや、なんかその影響ないのDM？ あー、DM？ DM が来たりは、うん、不思議な体験もちょこちょこあるから、うん、まあ、その人気づいてんのかなみたいな、はいはい、自分の友達も直接じゃなくて、うん、確信持ってる人もなんか周りに知ってたみたいな感じだから、私に言ってほしい。あ、そういうことね気まずい、私から言いにくいし、噂話してってことね。え、そうそう気持ち悪い感じでやってるあ、気持ち悪い友達と違う違う、あ、違うよ、これ使わないいや、友達減るの嫌だよ、こんな荒さを超えて。なんか話題あるかな何？オーケストラの人なんでなんかメトロノームみたいになってる面倒見てもらって気軽に外出れるっていうのは、うん、今んとこあんまないから、それはいい経験ね、うん、普通に。そうだね、まあ、プロの人が見てもらえてるからさ、うんうん、そ、何の心配もなく出かけ、心配ないわけじゃないけど、ある程度フリー出かけれるから、うん、いや、いいかもねえ、うん、やっぱアドバイスしてもらえるし、うん、相談できるし、なんか授乳室とかのこだわりも結構すごくて、うん、で、ベビーの移動のカートも
なんかちゃんとこうなってるじゃん、うん、すごい安心だよね、すべてが普通に面倒見てもらえるからなんかめっちゃいいなと思うね、うん、じゃあ最近いつやりましたかって最近え何してんの、ね、何してんの何言ってんのこの人産後系ホテルでこんなの下ネタ言ってダメだよだって下ネタしか話すことないんだよあなたがさ、こうやってやってて、うちこうやってやってるからなんか巨人みたいなんだけどなんかちょっと間違ってないんじゃない？いや、こんなに小柄なのになんかちょっと俺イラついてるみたいじゃない？この画角なんか確認したじゃん。あ、大丈夫大丈夫それは怖いよね、うん、私結構経験してる、うん、なんか動画のことで質問とかして大丈夫かなと思って聞くと、うんうん、めっちゃ食い入れ、あ、大丈夫怖いなんでじゃあ俺のことを怖いと思ったことありますかって。あるよ。え、何？いっぱいある。何？怖いよね、結構。え、俺？え、怖いってどういうこと？わかんない、私が気にしいだったら多分付き合えないと思ういろいろ。でもなんか無意識なの、躊躇するものが一つだからそこに自分が該当してないときはとんでもない反応まあ適当だし、え、ちょっと適当だし、なんか食い気味今大丈夫今話しかけないでって時めっちゃわかりやすいよもうどんな感じやってんの？ピーちゃんのさ、もう最低だね、確かに俺、自覚ないよ、それ喋りかけんなと思ってない、全く。ああ、わかんない。あ、いや、本当思ってなくて、うん、タイミング考えるよとは思ってるけど待ってんじゃん。そうそうそう、喋りかけないでじゃなくて、うん、本当に反射で反応してんじゃん。あー、うん、もう耳にも入ってないってことね入って入って跳ね返してんだちょっと直すっすね。さ、直さないよ、もう分かっちゃったくらい本当に反省の一言みたいな上手なんだけど全く改善の余地なしあるって日々だって明日覚えてないでしょ、こんな話したこと。いや、覚えてないよ実際に。覚えてるよ俺の暴露話みたいなのしてよ、ちょっと。どの加減でいいの？あ、どの加減でもいいよ。いくらだってあるじゃん。あれじゃない、寝てる時結構甘えっこっていう甘えってくる。いや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 、なんか子猫ちゃんみたいな普通さ、腕枕ってさ男の人がするじゃんこう逆だよね私がこうやってここにあー、そういうことだよね。いや、全然違うよ。でも、ね、甘えてあげてんだよ。あ、ほんと？私、ピーちゃんがさ、可愛いからだけど、はいはい、初めて人と絡まってねって、うん、本当に、今まで想像の中で、はいはい、そういうの嫌だなとかあったけど、うん、安心する。え、俺そんなことしてる、まず。うん、それ、自意識過剰すぎる、ちょっと夜中の無意識の時の方が絡まってくんの。え、前も言ったけど、なんか背負い投げしようとするから私の持って引きずりこうえ、最大限酔っ払った時に 何してんの？なんか映せないみたいな話しなかったっけ？この前弟くんが仕事の話をしてて、で弟くんがまあ動画を出すか出さないかみたいな話になって、自分の写りとかお前気にしてるだろうみたいなって言い出して、結局なんか自分が気にしてるだけで視聴者さんがもっといいところを見つけてくれるからいつか気にならなくなるよってすごいイケメンな顔で言ってたいいこと言うね。いいこと言う、好きなんだなと思って視聴者の方のこと。ああ、そういうことね。確かに今おっぱいしか見られてないと思うけど、うん、いつかはいい部分声とかに行くかもしれないもんね。ないよ、もうキモいもんマジで本当嫌だ。今おっぱいビッグポップコーンしか見られてないと思うけど。ポップコーンの話だけはしないで下ネタの動画で、下ネタっていうか、うん、エロい質問の動画でつけてますかみたいな質問あったじゃん。うん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 、うん、で俺がつけてるつけてるって言ってさ、この夫婦マジ好きなんだけどつけてたのにできたってどういうことって。ああ、なるほど、そっかそっか。怖いのが世の中の子供の 5% 前後は嫁と不倫相手の子供だと言われてる。女ってのはマジ恐ろしいよみたいな。あ、待って、最初に使わないでだってさ、
かセフレの延長線上すげえみたいなのあってあのトモキみたいな人トモキ正論じゃんマジでボキボキボキ奥さんってモテる会話の仕方してるしとても肯定してくれるから今までモテてきた人生わかんないでも小中高とか結構モテたかったかも大学入ってなんか興味なくなったああ取り繕ってるだけだねえどういうことモテるモテだって言ってたくせにモテてない全くモテたいなって思ってたでもそういうことねそういう時期なかったの動画界で言ってること好きモテてないよそうそう人間性がちょっとモテないもんね多分そうなんだよそうなの大人だって連絡も返さないから、はい、発展しないあそういうことね興味がないとじゃあ 俺の連絡は返しちゃったじゃんそうだよやっぱそうなんだタイプだったからねああそういうことでかい私はそれがでかいでかいいや、普通そう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 、嘘だよ。ねえ、毎回さ、そんな気にしてんですよ。気にしてないよ。ありがとうございました。じゃあこれからもチェックアウトっていう感じ、めっちゃ良かったけどね、普通に。楽しかったね。あ、楽しかった。なんか久しぶりに自由に、なんかいつもなんかいろいろ仕事とか、まあ子育てとかいろいろ頭の中にあったけど、うん、久しぶりに何も考えずに過ごせたなっていう感じ。うん、だよね。そういう風になるっていうのはここしかないと思うから普通にめっちゃいいと思う、ね、部屋も綺麗なんか新しいのかな結構周りの人とも交流できそうな感じだからうん、うん、どんな人におすすめまあでも別に夫婦とか2人で来てる人結構いるし1人の人もたくさんいるからあそうそういろんななんか大変な人とかこういう風に自由な時間過ごしたいなみたいな、うん、人は来たらめっちゃいいと思うねてかチェックアウトの時間やばいからちょっともう切る、うん